ゲール・キムはカナダの女子プロレスラー。オンタリオ州トロント出身の韓国系カナダ人。身長165センチメートル、体重57キログラム。ティエネ所属。2000年にプロレスデビューを果たした。当初は覆面レスラーとして、ラフェリナというリングネームで活動を開始。その後素顔で活動をし、2002年10月に WWE と契約。リングネームを本名に戻し、 オビューにてトレーニングを続け、2002年末頃から TV 放送のないハウスショーに出場し始める。2003年6月に RAW にデビューする。デビュー戦の女子王座をかけた7人のディーバによるバトルロイヤルで勝利し、女子王者となった。その1ヶ月後、モーリー・ホーリーに敗れ、王座を失う。11月に右の鎖骨を折り、戦線離脱。 2004年4月に番組復帰し、トリッシュ・ストラタスなどと構想を繰り広げるが11月に WWE から解雇される。その後、韓国、メキシコの各団体を転戦した。2005年9月6日にティエネと契約。アメリカズモストフォンテッドのマネージャー役で登場した。その後もティエネで活動を続けるが、2008年8月に契約を更新せずに退団。 その後 WWE と再び契約し2009年3月のスマックダウンのミシェル・マクール対マリース戦に乱入し2人を倒す形で WWE に再登場した以降ミシェル・マクールなどと抗争を開始し6月のトレードで RAW 移籍ィーバとして扱いが粗雑となってきた WWE において出番はあるものの短時間での決着やジョガーになっている ことに不満が募り2011年に対談の申し出をするもゲールのネームバリューを手放したくない WWE に解雇通告を渋られ8月にようやくリリースとなった10月よりティエネへ復帰復帰総走行タイグルで迎え入れられティエネ女子ノックアウト王座とティエネノックアウトタッグチーム王座の2冠を獲得している2016年にティエネ殿堂入り 2017年11月5日、7度目の女子ノックアウト王座を獲得するも、翌日に引退を発表、王座も返上した。現在は、インパクトレスリングのエージェントの一人となっている。ティエネ女子ノックアウト王座ティエネノックアウトタッグチーム王座、WWE ティエネ。ありがとうございます。